チキラどうもエタジュヨンです。今回はポンコツのボンクラの方から見ていきたいと思います。今回のテーマはスーパーアーチャー5体以上使うか、もしくはアーチャー60体以上の縛りというね、そんな中始まった今回のボンクラなんですけど、どんどんバンユニットが追加されてって、僕が攻めることには大変なことになってました。正直ね、やりたかった戦術全部潰されて、もう何すりゃいいんやっていう状況で、結構どうするってなってましたね。はい、まあ早速見ていきたいと思います。はい、早速見ていきたいと思います。今回の編成はこちら、ドーンというわけで、天才ゴレスーパーアーチャーですね。はい、でバンユニットをもう一度確認すると、ヒーラーがバンされてて、ちょっとね今手元にないんですけど、バンユニットを記憶でおさらいすると、ヒーラーが確かバンされてて、でディガーが最後にバンされて、バルーンも使えなくなっちゃって、あーと何だったかなー、あーとネクロだ、ネクロも終了、ネクロも潰されたからサービス終了できない、アチャヒーをアチャヒーやるつもりだったんだけど、ヒーラー潰されてできない、ディガーも使えない、バルーンも使えない、もうやることねえってちょっと愚痴切れながらやってたんですけど、今回選んだのは天才のこれアーチャーですね。もう本当はね、クイヒーとアチャヒーを兼ね備えた戦術をやろうと思ってたんですけど、ちょっとさすがに無理なんで、今回は、こことここにね、クイックが入るということで、天才でここを潰していく。で、ラストの IT を、まあ、バールームが使えないんでね、ホーミングチェック代わりにベビー投げるっていう、ちょっとヤンキーなことして、突撃艦一区画で壊す。で、タウンホールを、アーチャー部隊で取る。ゴレとクイーンをこの真ん中の通路に入れる。守るためにインビジブルとスケルトン1枚ずつ予備で持ってくっていうプランです。はい。そうするとね、この残ってるのがね、このクロスボウだけになるんだけど、このね、バルーンさえバンされてなければ、バルーン無双なんですよ。もうここ、大砲しかないでしょ、こんなとこ。もう。で、ここだけ切っときゃいいからさ。ポン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 ってバルーンだけ飛ばして、もう終了っていう盤面作れるはずだったんだけど、できないんだよな。それこそ、ここ、対空を壊せるからさ、めっちゃバルーン刺されんやんと思ってたんですよ、最初。したらなんか、バルーン回されちゃったんだよね。デビからのホグ。うん、これサイドカットね。そしたらホーミング。たっはー。はい、でクイーンだし。で、ゴーレム初手で投げるとね、意味もなくこのクイーンのタゲ入るのってこいつだけじゃないですか、今の段階。こいつのタゲって食らわないわけですよ。なので、今はゴーレム出しても、ただゴーレムの HP を落とすだけなので、まずはジャイだけで軽くターゲットゲット。で、こうスーパーチャー出したのはこの水当直で、その後殴らせるために分けて出しました。あとね、一応ゴーレム出してるけど、大量に出すぎるとイーグルがね、まとまって飛ぶ可能性があったので、ケアですって言ってます、つってましたね。でゴーレムがこっち帰ってくるのは確かにそうかって感じ。ちょっとこっちに向かってほしかったんだけど、でクロスの滝が入るところなので、先にスケルトン出すことでゴーレムがね回っちゃうからね、スケルトンで竹取り、ここ結構大事ですね。ゴーレムちょっと内側来ちゃったけど、結果的にはね、まあクイーンの盾になるんでいいでしょうと。さあ、ここスーパーアーチャー無限に攻撃の当たらないところでやってますね。で、ここでトーン。爆入んないんですよね、多分。し、先に折れるかなと思って。はい。まあ、それよりは、タウンホールそのものの爆破食らう方が痛かった。あ、攻撃食らう方が嫌だなと思って。が、遠距離で撃ち続けてるでしょ。で、突撃艦は、まあ、しっかり見て、自分で見て、一番防衛施設をすべて壊せるタイミングでぶっ壊すと。まあ、ラスト残ってるこのウィズ島をベビードラで削り取って、そうするとここが残るので、まあ、このクロスボウの壊し方だけ考えればね、ガゴイルとか、ベビーとかで無双できるんだけど、まあ、この状況でまあ、1分ぐらい残ってたんですよね、残り時間が。これ確かに、時間はもうちょい余裕あったはずなんだけど、じゃあ待ってくるまで待つかってことでね、待ってました。イエティもね、結局すごいいい働きですね、呪文ないのに。フリーズとインビジブルがね、1枚ずつあるんで、まあ様子見で使っていこうって感じだったんだけど、まあここら辺削れてるからね。まあそれも分かってたので、まあこの辺はまず呪文使わず、ホグを直出しで出しつつ、穴開け、オーデ。フリーズ。で、この段階で大砲の竹取ってればいいので、次こっちですね。はい、で、インビジブル。まあ、これはね、13でインビジブルやってる人ならね、撃てるインビジブルですよね。ギリギリのインビジブル終了。盤がきつすぎる、これはこれはきついよ、さすがに。本気の対策陣の相手に
この縛りで当たったらちょっときつかったですね。まあ、ここからは、まあ、序盤の一つなんで、盤がなかったので、バルーン使えてますね、ショーカーさん。アーチャー60体。レジェンド勢は、早めに使っていかないと、早めに攻めとかないと、どん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 盤が広がって、使えるユニットどんどん減っちゃうからね。まあ、スーパーアーチャーは、使えない人はアーチャー60体。どっちかっていうルールだったので。シンプルに初手は範囲内に入れちゃったので。もうこの辺サイドカット用に使うしかないよね、こうなったらもう。何このアーチャー何用のアーチャーよ、これ。もう使うとこないからとりあえず出したみたいなアーチャーになってるね。これガーゴイルいるか？ガーゴイルちょっとだけでもう少し減らしてもいいかもしれん。上。これヤンキーだよね。絶対コミュニティックした方がいい。で、ボマーがドカドカしつつ、ワーイング来た。ここで止む？ちょっとストライカーキングに当たっちゃってるんですが。で、外周部を広げつつ、アーチャーの使い道がないですね。回収用なのかな、これは。回収用にバルーンを、じゃないや。あ、アーチャーを出すのかな。結局、ロイちゃんと手にしてたから、ロイ、ストライカーは通りましたね。アーチャーは出てきた、出てきた。回収してる。回収してるよ、アーチャーが。えらいえらい。ストライカーが真ん中入ってるからね、リクスケとかもかかる。アーチャー、何これ。アーチャーでタゲ取ってる。アーチャーでタゲ取り続けてバルーンを延命する作戦出てますね、これもう。初めて見たよ、こんな。アーチャーでタゲ、でも結局タゲ取れてない。あ、ロイちゃんもいるんか。ロイちゃん延命にもなりますね、このアーチャーのタゲ取りは。このまま結果回り回って前回と。まあ、13でね、アーチャー60、もしくはスーパーアーチャー5体。まあ、スーパーアーチャー5体のがマシだと思うわ、さすがに。続いて、ジュンクさん。まあ、ジュンクさんは、あ、もうこれはヒーラーがバンされる前の攻めですね。ジュンクさんは結構スーパーアーチャー普通に使ってたりするんで、サービス終了にね、ぶち込むことがたまにあるんで、全然ありなんかなと思ってます。これ天才めっちゃ欲しいな。なるほど。真ん中まで揺らしてきましたね。これは、ヒョグランチャーでタウンホール壊す感じかな。この辺までどっちか、角度的にきついかな。投石も、ウッドランチャーのダメージが入るように出せたら強い。入りそう、どうだろう。スーパーチャーちょっと逸れちゃった。スーパーチャーってね、射程長すぎてね、逆サイド行くこと結構あるんですよね。思いっきりサイドカットできたと思ってもね、射程長すぎてこういうの届いちゃうから、届くよーって逆サイド行っちゃうんですよね。入るんかな、投石。入ってないか。入ってるわ。入ってる、入ってる。ちょ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 。タウンホールをトランチャーのみで降りつつ、これ投石まで降りるかな、ちゃんと。折れそう。もう一発、もう一発、もう一発。オッケーオッケー。折れましたね。こうなるとめちゃくちゃ強いな。シヒーラーもしっかりスイッチして、ロイちゃんの方にスイッチはしてなかった。キング殴ってるわ。バカだな、このヒーラー。はい。で、奥まで誘導されつつ、まあ、穴も開いてるしね、ウッドランチャーの効果で。これ強いなぁ。なんかクリーズ起きてる。アイゴリ行ったのかな。スーパーアーチャー射程投げ。結局それたアーチャーが、なんかよくわかんないけど、回収はしてますね。あと、これやばいよね。この判定すごくない？これ横につくんだよ、これダメージ。スーパーアーチャーなんかずっと見てて思うんだけど、なんか横への判定めっちゃでかいんですよね。隣の施設が普通にダメージ入る一ます感覚なら。これはもうクロックフィニッシュか。強いな。ネクロは全部生き残り、イエティも結構生き残り。スーパーアーチャーが仕事してたのかどうかちょっと微妙なんですけど、正直。まあまあまあ、無理くり使えって回なんで。これ届くんかな？届いちゃうんだな。まあ、これは、嬉しい。嬉しいですね。はい。さあ、続けて見ていきましょう。やっぱりね、みんな、こういう感じだったね。サービス終了系をやってて、ね、途中でネクロがバンされてどうすりゃいいねんってブチ切れる人が多発って感じでしたね。噂によるとなんか、ドズルさんが、バンユニット、なんか弱いやつを抜いたって言って。で、なんか、主要ユニットだけを、がバンされるように入れ替えたとか言ってたんで。
それによって結構被害者が多発した感じでしたね、今回は。おお、すごい、ウォールベカ。ふい。ウォールベカチェックしましょう、こういうのは。ゴーデム。ウィザードでサイドカット。これはまだネクロがバンされる前の時代の、そうですね。やっぱタウンホール13でもさっきやったけどね、これウッドランチャーとクエイクの相性がすごくいいので、クエイクを当てておくと、このウッドランチャーの攻撃だけでタウンホール壊せるんですよ。これが強いっすね。さあ、ウッドランチャーでバルキリー吹っ飛ぶか？吹っ飛ばねえのかこいつ。あ、そうだ、こいつ HP だけんだ。HP によって変わるんでね。吹っ飛ぶか吹っ飛ばないかはワックスではなく。おぉ！シングルも、組んでおりき。さあ、イエティたちがここで、活躍するはず。ちょっとテスラモリがネクロに対して刺さっていますね。ただ、ネクロより後ろにまだスーパーアーチャーがいるから、地味にこれ仕事してんのかな？仕事をしてますね。強いかはさておき。まあ、強いは強いか。12でね、マックスのスーパーアーチャー使えるんで、地味に強いは強いんだよな。スーパーネクロとかも12でマックスレベル使えるし、13と同じレベルのスーパーユニットを使えるというのは聞いてるだけだとめちゃくちゃ強いじゃん。まあ、スーパーアーチャーっていうのが問題なんだけど。弱くはないからね、このユニット。使いづらいのと、他、相性がね、他のユニットとの相性があんま良くないから使われないのかな。強いは強いんだけど、他のユニットとの相性がね、射程が長すぎるがゆえに、そこが難しいですね。さあ、ラストにしましょう。まあ、マルチ相手、今回の相手はね、ザコインで、配置がやべえんですよ。うん。他のやつ、配置がやべえというか、なんか、タウンホール、なんだろうな、木壁とかなんですよ。これ以降、ピンクの壁とか。ちょっと、まともに見れたもんじゃないんで、ここで終了です。バルキリーを入れる人が多いですね、防衛軍。スパーチャバルキリー、違う、スパカゴバルキリー。レイジが結構斬新な打ち方をしてたカバヤシ。さあ、これタウンホールには結構ダメージが入ってますけど、おーおーおお。届きそうっすね、普通に。フリーズ。これスパーチャ爆発入んない距離から撃てるのは強いな。いるんかな ?2 匹しか見えん。ここでも AT に入ってる、この金庫越しに AT 入ってるスーパーチャー。強い。強い。ここからクロス打ててる、もしかして大砲か。大砲、ウォーデンゾー入る。さあ、大砲。あ、射程長いから面白いわ。うわー、大砲になってる。強い。おお。面白いユニットだけどね。ガチ戦でやろうってはちょっと今のとこ思わないっすね。楽しいとは思うけどね。ちょっと可能性がね、他のユニットのがね、取りやすいからね。はい、というわけでね、今回はポンコツのボンクラ見ていきました。タンフォル12ですね。いかがでしたか？どうです？スーパーチャー。強いと思う？強いかどうかはさておきって話はだいぶしたと思うんで、まあ、射程の長さをね、活かさなきゃいけなくて、それで考えたときって、やっぱね、アチャヒーだったり、まあ、今回みたいにサービス終了で後ろからつけていくっていう形がほとんど。12とかだとね、アチャヒーっていう戦術が強いんですよ。なぜかというと、投石機がないからですね。怖いのはタウンホールとインフェルノタワーのみです。12は。そうなると、なんだろうな。今回俺攻めたやつやるつもりだったんだけど、こういうのが普通に外から撃てるんですよ。スーパーアーチャーって。それだけでめちゃくちゃ強くないですか？ここ撃てるんですよ。ここ撃てるけど、ヒーラーつけるときは無敵状態でこれ外から撃てるんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよ。だからそれがすごい利点なんだけど、こういうのもだからここ一層開けときゃ、スーパーアーチャー内側誘導できた瞬間にこのマルチ IT とか、これ全部取れるんですよ、スーパーアーチャーで。で、この部屋からもこのマルチ IT 撃れるし、ヒーラースイッチさせて、そのヒーラーとスーパーチャー殺さないように誘導しておけばいいんですよね。なんかこの、なんかめっちゃ火力高さなのでダウンピーンってやっていれば、
この辺アチャヒで取れるっていう。でもこれが13でやろうと思ったら投石引きだったりで、ちょっとスーパーアーチャーの火力で HP では耐えきれないからあんまり実用的ではない。ダウンホール取るやつも必要になっちゃうし、13だと。まあ12でもそうなんだけど、12だとヒーロー2体しかおらんし、これクヒだけで全然いけるっしょ。そんな感じ。まあね、今回ちょっと特殊回だったんで、まあ配置はあれだけど、まあ面白い感じにはなれたかなと思ってます。ボンクラの方からもね、まあ12、13以外のリプレイを出すことはなかなか難しいので、ボンクラの方から動画を作らなきゃいけないわけなんですけど、またね、面白いリプレイとかあったりとか、まあ14がもう本当に出るのか分からんけど、出るっぽいからどうなんでしょうね。まあ出るなら出るで、ボンクラの方もちょっと変わるのかなとか思いつつ、はい。そんな感じですね。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。